お待たせいたしました。改めまして、こんばんみ。ミューズロック、わー。
長焼き鳥、焼き鳥として6年になりました。まーちゃん、いつも Thank you very much。 まーちゃん、Thank you。今日は雨も降らずに本当にどうかなと思って失敗してたんですけども、もう最高の状況でライトアップされてて、もう最高に楽しくやらせてもらってます。帰ってない。
らしいんですけど。え、何ですか、何て言ったんですか。行田の方ではまっすぐに言いません。まっすぐにと言います。私行田です。言わないでしょ。ほら、これ言わないって言ってるもん。てて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 言いません。それは違う人です。近所の人です。言わないよね。言わない、言いません。塩連としては、まっつぎを、まっつぎをどんつき右でっていうような、うん、そういうの。言いません。何を言いたいかというか、まっつぎみたいなのをやってみましょう。まっすぐにと言います。チューニング、ちょっとチューニング。皆さん、こんばんは。学内焼き鳥です。本日はありがとうございます。今年もこのミューズロックに参加させていただき、さっきケイちゃんが6年目って言ったんですけど、このバンドで6年目ってことですかね。はい。その前に私はこのバンドをやる前の、なんていうんだっけ、このついたての前で初めて参加して、本当にこんな素敵なところがあるんだなと思って、でバンドで参加させてもらい、本当にいつも楽しみにしてるんですけど、天気も本当に持ってよかったなと、はい、残りあと何バンドかあるので、皆さん最後まで一緒に楽しんでいきましょう。大丈夫ですか。はい。焼き鳥のみんなも毎年楽しみにしてて、本当になんか運動会とか遠足みたいな感じで、本当ワクワクしていつも楽しみにねしてるんですけど、はい、次の曲はまっすぐにという曲です。まっすぐにという曲です。よく覚えて